今日午前9時ごろ。それでは掃除を始めてください。道後温泉本館で年末恒例の大掃除が行われました。1年の汚れを落として利用者に気持ちよく新年を迎えてもらおうと行われる年末の風物詩。今日はおよそ30人のスタッフが部分営業中の玉の湯を中心に入念に掃除しました。結構ほこり溜まってますね、はい、下の方しか手が届かないのでね、普段はね、はい、天井まで手が回りませんから来年7月の営業再開に向け保存修理工事が大詰めを迎えている道後温泉本館。松山市によると今年の入浴客数は先月末の時点で22万3000人。コロナの5類移行に伴う旅行需要の高まりなどを背景に去年の 1.4 倍に増加しました。来年はですね、道後温泉本館開築130周年の記念を迎える年になるほか、7月中には全館での営業を再開する道後温泉にとって非常に重要な1年になると思っております。ここもともとは天皇や皇族の随伴者の方用に作られた浴室で、大掃除中の館内では見学ツアーも同時開催。参加者は足場が取り外され姿を現した本館を熱心に見つめていました。こういうところを見れる機会ってないでしょう、うん、上から見るなんて。去年さんここから見たのがここなんです。綺麗に見やすくはなってるかなと思います。なんか7月って言ってますよね、はいはい、楽しみですか、はい、年末年始も休まず営業する予定の道後温泉本館。記念すべき2024年に向けカウントダウンです。